わいは、キングオブニドラン、影のドンですわ。こんにちは、スイカです。まあ、今回ですね、前回さ、メガニドランっていう人が、デイレートにいたじゃないですか。ちょっと、この人のパーティーセンスを、一回真似ることによって、この、連番進化前パーティーの魅力っていうのをね、ちょっと知れたらいいかなと思って、こんな感じのパーティーを組んでいました。よろしくお願いします。そして、相手のパーティーは相手これ、友達おらんやん。いや、普通だったらね、オーロットって通信進化でしか出ないんですけど、こいつボクレイっていう、進化前のポケモン使ってるからさ。あー、なんか、ごめんな。ちょっと悪口みたいになっちゃって。とりあえず、カクリオンは耐久がないんで、物理方向は。ここは毒好きで、行こう。まあ、毒ってくれたら、なおよしっていう、そんな感じかな。あ、微妙。意外と耐久あんな、お前。なるほどな。うん、まあ、カクリオンってね、言うほど、多分、ニドラン系統に弱点取るやつないと思うんで、とりあえずここニドラン交代。ニドリーノか。タスキは温存しとくと、後々、多分苦労することないと思うんで、ここは素直に交代していく感じでいきます。でさ、まあ、多分この動画投稿する翌日からゴールデンウィークだと思うんですけど、僕まだゴールデンウィークの予定がね、何一つ決まってないんですよ。で、まあ、オフ会するっていう案もあると言われたらあるんです。まあ、本来だったらゴールデンウィークってね、ファクトリーオフっていう、ポケモン実況者会の集まってオフ会するっていうイベントあるんですけど、それがないんで、もう今回はマジでもう予定が消えて、マジで、もうただひたすらさ、ゲーム実況するしかないっていう。やべ、当たる！いいね！さすがニドリーノ。え？あ。あ、自己再生だけ。自己再生だけ。やめてな。そういうことなんで、まあ、そうね。さすがになんかゴールデンウィークぐらい旅行行きたさはありますよね。まあなんかね、やれね、四国行きだの、やれ関東来いだとか、やれ、何？なんかいろいろ行けって言われるんですけど、そろそろなんか、抽選で再びオフ会の旅していきたいところですよね。ここ、ベノムショック、いや、耐えるこれ。あー、無理かー。いやでも、この辺でさ、ちょっと解けるから、ここ二度ランメスで、まあ二度キングでよかったんですけど、ちょっと素早さ振ってないんで、ここはもうこれで。まあ、多分毒ダメージ込みで毒好きでいいと思うな。ドリルライナーやったらさ、命中率低いから、外れるリスク考えるんやったら多分これでいいと思う。オッケー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 。とりあえずこれで、うまいこといきましたね。タスキ持ってるんで、問題なし。これでとりあえず、ブースターは突破できると。そやな、ちょっとゴールデンウィークもみんな多分、僕みたいにさ、暇な人がめっちゃおると思うからさ、多分、1日に動画2本ぐらい投稿することあると思うし、あと多分生放送とかもね、する頻度上がると思うし、そう考えたら、まあ、視聴者のために、奔走できるっていうところは、あるかな。あ、そういうことでしょっか。うん。さあ、B クイーンよ。こいつは、一体何をしてくるんだ？まあ、最悪なんか、めんどくさいことしてきたら、角ドリルで、まあ、今回ニドランオス一族は全員角ドリル覚えてるんでね。あ。これはめんどくさいやつやな。これはもう、ドリル押すしかないね。うわぁ！ただ、羽休めとかも絶対持ってると思うから、ここはね、もう、悠長なことしてられへん。当てていくしかない。頼むわ。まあ、毒ってくれたらね、食べ残しの分とかも、帳消しできたりするから、まあ、そこはありかなと思ったけど、まあまあ、さっきね、一発で当たったから、この辺は帳尻合わせって感じよね。ただ、相手悠長ですね。あ、こんな悠長か。そんなんで、いいんですかね。まあ。
こちらはただひたすらドリル当て続けるだけでいいんで。ほわっくっさー、おい地味にこれ、メサパ地面かこれ。エスパーなんか厳選専門な。これ地面でしょ。ヒードラン対策のメザパ地面と見た。しかし、今回リトキングはメロドリですよ。この、性別が異なっていたら、このメロメロをすることによって、相手の時間を稼ぎ、その動いていない間に、角ドリルをね、ぶち当てて、勝ちですよ。これが、かの10年前に活躍していた某講師が使っているメロドリ型ニドキングやな、これな。持ち物は鹿の実じゃなかった気がするけど。よし。なので、まあ、今回うちのニドキング、闘争心ですので、まあ、氷を狙うこともできますが、火力が物足りないんで、ここはもう、当てに行くしかない。頼むぞ。ダメじゃん。いやでも、鹿の実でこれやったら、さすがに余裕で耐える。でね、これ、プレッシャーあるでしょ？ B クイーンプレッシャーやからさ、ここで当てんかったら、あ、まだあと2回か。あと2回じゃないとさ、よーっしゃ、プレッシャー怖いね、お前、ほんまもう。オッケーオッケー。やりましたね。結局、運ゲーやんけーって、叩かれそうですけど。いや、ニドラン一族って、これですから、結局は。このさ、技のレパートリーって言われてるさ、ニドキングっていう戦い方もあるけど、元祖のニドキングの戦い方っていうのは、これですよ。そう、うちのニドキングは、ビーム持てる、両刀なんですわな。対戦、ありがとうございました。YG さん、対戦よろしくお願いします。なあ、バンバドロやばいない。ちょっと待ってこれ。バンバドロが一番やばい。とりあえず、先発はニドキングで、順番ニドリーのニドラン押すという感じで。じゃ、今回の動画はもしかしたら、ニドランメス一族、動画にしない可能性が出てくる。まあ、最近ちょっと動画の更新頻度をね、増やしていこうかなと思ってるんで、あ、もしかしたら、まあ、なんかニドランメスとか一族を使うのを、まあ、サブチャン的な感じの役割の方のチャンネルで上げる可能性はなくはない。対戦よろしくお願いします。まあ、今のところね、角ドリルの命中率悪くないんで、まあ、最悪ね、バンバードとか出てきたとしても、まあ、メロメロしてしまえば相手動けませんからね。あと鹿の実も追ってるんで、一応行動保証は1回はある。ということで、ここはまずは、メロメロ。そう、性別的に不利な相手はこのようにして、メロメロ、もうさっきこれ言った気がするな。とりあえずこいつは多分メロメロで行動を封じなかったら、多分倒すんこんなんや。もう闘争心やからな。闘争心でオスメス同士やったら、確か威力がね、下がるんですよ。0.75 倍とかに。それはね、避けていかないといけない。なので、ここで、バンバード言うて耐久ないんで、ちまちまと、まあ、冷凍ビームでね、まあ、削っていこうという。そういう戦術ですよ。いいね、今のところ。行動保証できないし、今のところ、バンバドロはね、まあ、これ、芋っぽい見た目しとくな、こいつな。樹海院。これめっちゃうまいんじゃない？倒せるでしょ、樹海院やったら。しかも、闘争心も発動してますからね。これ飛ぶでしょ。あれ。あ。そうっすか。まあまあ、ここはまあ、冷凍ビームで。そうっすか。あ、これは、まあ、仕方は、ないのかな。まあ、リーフストーム飛んでこなければ、オッケーオッケー。まあ、リーフスト以外多分耐えるんでね、オッケー。いいね。なんか、樹海院ってさ、こいつ、いちいち、この尻尾のさ、トカゲみたいにさ、尻尾を切って攻撃するんがさ、面白いよね。で、しかもさ、この尻尾ちょん切って攻撃するけど、でも、いつの間にかさ、一瞬でニョキってさ、尻尾が再生するのがさ、違和感しかないし、ね、樹海院って何こういう、生命力、再生力が高いみたいな、そういう設定でもあんの？全然知らんけど。いけ！よし。これは、もらいましたね。大きい、いいね。調子がね、出てきてる。
さすが影のドンですわ、ほんまに。シャンデラ勝ちましたね。これも自信で、まあ、対戦ありがとうございましたということで。いや、なかなかニドラン一族もいい味。あ、ちょっと待って、あれ、いや、いや、ニドランオスが、いや、ニドランオスが最悪、キアナダスキ持ってるからさ、いや、いけるはず。とりあえず、ダメージは削っときたいから、上は取ってほしいね、ここね。え？負けこれ？え、早い。え、負けこれ？嘘？え、嘘？いや、ニドランオスが、ドリルライナーと、不意打ち持ってるんですよ。こいつ。これ持ってるから、それで、プラス不意打ちで倒してくれると、多分これが一番無難なんじゃないかなと、思うんですわ。うん。メガネかもしかして、スカーフの可能性もなくはないですよね。で、これ助けて耐えて、で、ドリルライナープラス、不意打ちで落としていくと。微妙。わー！皆さんも、調子に乗らないように気をつけましょう。